子供と学ぶ日蓮大聖人の門下たち、池上兄弟。武蔵の国池上で日蓮大聖人様の弟子として信心の炎を燃やしていたのが池上宗仲とその弟宗長でした。ある時、池上兄弟のお父さんが宗仲に、法華経の信仰を捨てなければ池上家から追い出すぞと言い出しました。自分と違う教えを信じていた宗仲を無理やり従わせようとしたのです。しかし宗仲が、この教えだけは捨てませんと答えたため、お父さんは宗仲との親子の縁を切ってしまいました。この時、宗長はとても迷ってしまいます。兄が追い出されれば、弟である自分が池上家を継げることになります。しかしそのためには自分も法華経の教えを捨てなければなりません。とても悩んだ宗長でしたが、兄と一緒に信仰を貫くことを決意します。真面目にこの信仰を続けていこう。必ずお父さんにも分かってもらおうと考えたのです。そこに大聖人様からのお手紙が届きます。鉄を炎で鍛えるとき、中にある傷が表面に現れてくるように、法華経を信じ抜く人にはこのような苦難が必ず起こるのです。今こそ真金のように輝く強い信心で乗り越えるのですよ。勇気の炎が二人の心に燃え上がります。その後も二人は何が起ころうとも負けることはありませんでした。そしてついに兄弟の素晴らしい姿に心を打たれたお父さんも、法華経の教えを信じるようになったのです。それから数年後、大聖人様は身延の山から池上兄弟のところへ。そこで最後まで弟子たちを育て抜き、息を引き取られました。池上兄弟の胸には、師匠のために頑張っていこうとの炎がますます燃えていました。大聖人様は池上兄弟にこのように言われていました。どんな大変な中にあっても、信心を続けたあなた方二人のことはきっと未来まで長く語り継がれる物語となっていくことでしょう。この言葉の通り、池上兄弟の物語は今も多くの人々に勇気と希望の光を送っているのです。